こんにちは、和田です。過日、愛知県碧南市におきまして、大浜にぎわいづくり実行委員会主催の、大浜の歴史を味わう、特別講演会というのが開かれまして、私が、信長家康と三河大浜という演題で、講演をしてまいりましたので、今日はその話をしたいと思います。それがこの時のチラシがこれなんですけれども、碧南市のですね、大浜地区といってもどこなのかわからないことが多いと思いますので、まず、地図の方を少し、お示ししたいと思いますが、位置としてはですね、愛知県の西尾市の少し西でして、矢作川と知多湾に挟まれたところです。鉄道ではですね、支流駅から、今度は名鉄のですね、三河線というものに乗り換えて、およそ30分ぐらいの場所です。刈谷の目並といったら分かりやすいかと思います。その碧南市のですね、大浜地区は、織田信長、それから、徳川家康と、関わりが深いというところでして、それで今回ね、こんな感じの、信長家康と三河大浜という、そういう、演題をつけた和歌です。行かれた方はご存知でしょうけれども、なんとですね、大きな寺が10か寺もあるんです。で、地元では大浜寺町案内人の会、案内人の会という字を書いて案内人の会というものを立ち上げて、大浜、寺町ウォーキングと銘打ってですね、10か寺巡りの、スタンプラリー、そういったものをですね、やっています。講演の冒頭ですね、なぜこのように大きな寺が多いのかという点についても、少しお話しいたしましたけれども、実はですね、大浜は、その名前の通り、港だったわけなんですね。で、明治以前、つまり、前近代、物資輸送、これ、人間も含めてですけれども、交通は陸路よりも、船を使った舟運が盛んでした。大浜には、港町として、多くの人が住む場所だったわけなんですね。そういうわけで、大きな寺がいくつもあったということになります。で、港町というだけではありませんで、羽城という城もあって、これは長田氏、長田氏と書いて長田と呼びますが、長田氏という武将も、大きな力を持っていて、また、港ですので、商品の、売買に携わる、商人もたくさん住んでいました。そうした、大浜と、まず、信長の関係です。信長はですね、天文15年1546年、13歳で元服いたしますが、その翌年、初陣を果たします。普通、15歳で元服して、17歳ぐらいで初陣という例が多いんですけれども、信長は、平均よりもちょっと早くて、元服し、しかも、初陣をしています。でその初陣の場所がですね、この大浜だったんです。で、私は講演の時にもですね、強調したんですけれども、武将にとって初陣というのは、大切な、一種の人生の通過儀礼です。万が一、初陣で負けるようなことがあると、本人、自信をなくしちゃいますし、また、家臣たちからの信頼もですね、得られませんので、親は、ある意味では絶対勝てる相手を選ぶということになります。そこで選ばれたのが、大浜だったというわけなんです。でそのことはですね、春秋後期、この春秋後期ですけれども、次のように記されているんですね。この部分なんですけれども、織田三郎信長御武者はじめとして、平手中司の城、その時の仕立て、紅頭巾、羽織、馬鎧、出立にて、駿河より人数入れ置き候三州のうち吉良大浜へお手遣い、ところどころ放火候って、
その日は野陣をかけさせられ、次の日名古屋に至って御開陣という、まあ、そんな記述が出てまいります。でここに出てくる、まあ、平手中須笠の城というのは、まあ、信長の森役のあの有名な平手正秀のことです。まあ、平手正秀が、まあ、海蔵役となってですね、まあ、大浜に攻め込んだということがわかります。でこの新潮後期にもありますように、まあ、大浜に駿河より人数を入れ置いたというわけで、まあ、おそらく今川義元がですね、占領していたところを、まあ、攻めさせたということになると思います。では、まあ、信長のお父さん信秀および、海蔵役の平手正秀が、まあ、絶対に勝てると判断した理由というのは、まあ、なぜだったのかということがちょっと問題になりますね。まあ、この信長の初陣の3年前に、それまで今川方だった小川城の、まあ、現在のこれは愛知県の東浦町ですけれども、それと刈谷城ですね、現在の愛知県の刈谷市を支配していました水野信元が織田方に寝返った、まあ、これが大きな理由です。まあ、ちなみにこの水野信元の妹が於大の方で、例の松平広忠に嫁いで、まあ、竹千代、まあ、すなわち後の家康が生まれています。まあ、広忠は、まあ、敵方になったやつの妹を妻としておくわけにはいかないということで、まあ、於大の方を、まあ、離縁してしまいましたが、まあ、かわいそうに竹千代はたった3歳で、まあ、母親と、まあ、行き別れになってしまったというわけなんです。でおそらく、まあ、信秀および平手正秀は、まあ、今川方の力が、まあ、この辺りまで伸びてきているということで、まあ、大浜を、まあ、織田方に取り戻すために信長に初陣を命じたというふうに、考えていいと思います。で、まあ、この信長初陣の地となった大浜が、まあ、いかに繁栄していたかをですね、当時の、まあ、公家の日記や、連歌師たちの、まあ、紀行文で、まあ、紹介をいたしました。まあ、以上が、まあ、信長関係です。家康と大浜との関係は2つあります。一つは天正7年1579年の信康切腹事件ですね。通称信康事件といいますのは、例の築山殿、まあ、信康のお母さん家康の正室ですが殺害され、長男信康が切腹させられたという事件のことなんですが、まあ、家康の家臣松平家忠の日記であります家忠日記に、その年の8月の4日つまり、天正7年ですね、1579年の8月の4日のこととして、信康大浜へ御退き候とあります。岡崎城主だった信康が、まあ、大浜に、まあ、言ってみれば幽閉されまして、さらにその後、まあ、遠江の、まあ、堀江城に移され、まあ、最終的に二俣城で切腹させられています。まあ、切腹が9月15日ですので、まあ、かなりの日があります。まあ、この講演後のですね、質問でですね、まあ、その間家康は、まあ、信康をどうしようとしていたんですかという、まあ、質問なんかのがありましたけれども、まあ、もしかしたら家康なりに、まあ、なんとか敗着で済ますことができないか、まあ、模索したんではないかというふうに答えておきましたけれども、まあ、自信がある答えではありません。ただ以前は、まあ、信長の命令で仕方なく家康は信康を切腹させたと言われてきましたけれども、まあ、最近は、まあ、信長の命令ではなくて家康の、まあ、判断だったというのが、まあ、通説となっています。さて、まあ、家康絡みのもう一つが、今度は天正10年1582年のあの6月2日の本能寺の変後のですね、いわゆる、まあ、神君伊賀越えと、まあ、大浜の関係です。以前、神君伊賀越えは、私は神君甲賀伊賀越えと言った方がいいとか、最近、大和伊賀越えという考え方が提起されているということは、まあ、この私の、まあ、戦国大和田チャンネルでも紹介しております。まあ、今回の講演でも、まあ、そのあたりのことも触れながら、
まあ、最終到着地が、まあ、大浜だったということについて、まあ、先ほどもちょっと紹介しましたけどね、あの家忠日記やあるいは東大記、まあ、さらには石川忠房留書などの、まあ、資料を、まあ、提示しながら、まあ、説明したところです。最後にですね、春秋後期のもう一箇所出てくるんです。春秋後期の巻14にですね、大浜が、まあ、この辺りですけれども、風紀にして人大き港なりとあるのを示しながら、また小坂より、まあ、大阪と書いて小坂と振り仮名振っておりますが、小坂より大坊主を入れ置き、門と繁盛候ってすでに国中下藩門下になるなりという一文に私はまあ注目してお話をいたしました。実は講演会の会場となった西宝寺がですね、新州寺院だったんですね。しかも西宝寺の資料によりますと、親鸞上人あるいは蓮如上人の血縁寺院だったというわけで、まあ、そのような、まあ、歴史のある寺の本堂で、まあ、お話をできたということに感謝しまして、まあ、講演を締めくくった次第です。まあ、今日は、まあ、信長家康と三河大浜との関係について、まあ、講演をいたしました。その中身について少しね紹介をさせていただきました。まあ、今日は以上で終わらせていただきます。